ノートンサウンドはアメリカ海軍の水上規模艦、カリタック級水上規模艦の一隻。艦名はアラスカ州西部のノートン湾にちなむ。ノートンサウンドは1942年9月7日にカリフォルニア州サンペドロのロサンゼルスシップビルディングドライドック社で寄港した。1943年11月28日にアーネストガンサー夫人によって命名浸水し、 1945年1月8日に、艦長ベンスコットカスター大佐の指揮下収益した。太平洋での成長後、ノートンサウンドは2月26日に、サンディエゴを出港支配の真珠湾に向かう。マーシャル・ギルバートで1945年3月、半ばに訓練を行った後、4月1日にサイパンに到着、水蒸気の支援任務に就く。1945年5月1日に、 ケラマ列島の赤海峡に、停泊、6月21日まで3つの敵航空機部隊の迎撃を支援した。1945年8月14日の深夜まで空襲警報が続いた。その8時間後に日本は降伏し、ノートンサウンドは9月まで沖縄での航空作戦支援及び維持作業に従事した。その後は9月21日に長崎県の佐世保に移動し、 一週間後沖縄に帰還した。10月1日には上海を訪問し、23日には鎮太を訪問、11月7日まで水蒸気の支援任務を行う。翌日上海に停泊し、1946年4月まで中国及び日本の間で占領軍部隊と共に任務に従事した。ノートンサウンドは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖章を 受賞した。ノートンサウンドは1946年4月7日に東京湾を出港し、バージニア州ノーフォークに向かう。同地でのオーバーホール後、ノートンサウンドは大西洋艦隊に合流した。その後は1947年10月まで東海岸での任務に従事し、続いてサンディエゴで太平洋艦隊に合流した。その後ノートンサウンドは、 ミサイル発射プラットフォームに改装される。1948年にフィラデルフィア海軍造船所で7ヶ月をかけて誘導ミサイルの発射設備及び制御装置が装備された。改装は1948年10月に完了し、ノートンサウンドは新たな母港のカリフォルニア州ポートワイに身に向けて出港した。途中スカイフック気球の試験を行う。 南カリフォルニアの沖合ではミサイル訓練プログラムを実施し、その年の晩秋に訓練ミサイルを発射、海軍の水上艦による誘導ミサイル運用の幕開けとなった。1949年2月、ロングビーチ海軍造船所においてエアロビーロケット発射装置が装備された。ノートンサウンドは南アメリカ沖の赤道海域において2機のエアロビーロケットを発射する。 この発射により、地球の放射体に関する情報が得られることとなった。1949年7月1日、ノートンサウンドは、化学系装パッケージを搭載し、ハワイ南方1500マイルの磁気赤道に向かった。そこで17個のスカイフック気球及び9個の小型気球クラスターによる実験を行う。九百五十年二月に、サンフランシスコ海軍造船所でノートンサウンドは、 回収が行われ、回収後5月11日に、プロジェクトリーチで5トンのバイキングロケットを発射した。このロケットは500ポンドの計装パッケージを搭載、高度1 7 1トルまで打ち上げ、宇宙船に関するデータを提供した。プロジェクトリーチは、ノートンサウンドのミサイルプラットフォームとしての第一段階を締めくくった。イージスシステムの試験に従事する。 ノートンサウンド1950年の秋にノートンサウンドはサンフランシスコ海軍造船所で4ヶ月のオーバーホールを受けることとなった。新型のテリアミサイル発射装置及び誘導システムが装備され、ノートンサウンドは1951年8月8日に AVM-1 に艦種変更された。これは1955 テリア及びターターミサイルの発射実験は1958年まで続けられた。1958年、ノートンサウンドはアーガス作戦に参加した。フォークランド諸島の南から、ノートンサウンドは1.7キロトンの核出力を持つ W25 核弾頭を搭載した X-17 ミサイル3機を大気圏上空に打ち上げた。 爆発は160から 750km の高度で爆発し、その様子はエクスプローラー4衛星および計測装置を取り付けたロケットによって計測された。そのデータの分析はバンアレン隊の発見に貢献した。ノートンサウンドは1959年6月にサンディエゴに帰還し、テリアおよびターターミサイルの発射試験を再開した。 これらの試験は1962年6月まで継続された。その後ノートンサウンドはノーホークに向かい、同地で1962年8月10日に退役した。ノートンサウンドは1962年11月にメリーランド州ボルチモアに牽引され、タイフォンシステムが装備された。これには、アン、SPGE-59 レーダーも含まれた。 作業は1964年をはじめに完了し、ノートンサウンドは1964年6月20日に新型兵器の研究目的で最終駅した。ボルチモアを母校として、ノートンサウンドはチェサピー・ク湾で数ヶ月間、タイフォンシステムの評価を行った。その後1965年7月にカリフォルニア州ポートワイニミに配属される。ノートンサウンドの任務は増え、 シースパローミサイルの評価試験が追加された。ノートンサウンドは1965年9月13日に最初のシースパローを発射した。1966年7月15日から3ヶ月間、ロングビーチ海軍造船。続く2年にわたって、ノートンサウンドは様々なミサイル対抗装置の評価試験を行う。また、ECM 装置の試験も行い。 新型ジャイロスコープの試験も行った。ノートンサウンドは定期オーバーホールのためロングビーチ海軍造船所に1968年6月13日に入居した。回収作業では軽量化された新型の54、口径5インチ砲及び完成装置が試験のため装着された。1969年には太平洋艦隊と共に試験評価任務を継続した。 1973年、ノートンサウンドはイージュスシステムが装備された最初の艦となった。これは後にアメリカ海軍の巡洋艦及び駆逐艦に装備される主力戦闘システムとなった。1981年の春、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所において垂直発射システムの先行生産型が装備された。続く2年間にわたってノートンサウンドは 同システムの大規模な試験を行う。ノートンサウンドは後にタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦に搭載されたイージュスシステムの唯一の海上試験プラットフォームであった。1983年の夏は、ノートンサウンドは1986年12月11日に退役し、1987年1月26日に除籍された。 1988年10月20日に、運輸省海事局国防予備センターへ転籍し、軽流地で保管された。ありがとうございます。